皆さんこんにちは。今回は、新潟の知事泉田さんが4選というんですけど、4選の、出馬を撤回されたことについて、ご紹介したいと思います。で、泉田知事は、脱原発に向けて、原発の再稼働に向けて日本のその砦となって頑張っていた方なんですね。3期というと1期が4年ですので、4年の3で、12年間ですね、こういう立場で頑張ってきた知事です。で、いろんなことに、原発だけじゃなくていろんなことにですね、非常に革新的に取り組んで有名な方なんですが、でこの方がですね、10月に任期が終わるので、次の、候補に出るということでした。で、それはですね、今年の2月に、こういうことを言ってたんですね。そのとにかく現在の、原発の事故も収束もしていないのに、そしてその原因も分かっていないのに、その状況で再稼働をするのは、けしからんということで、そういうことではもうダメだから、自分は知事にもう一度立って、きっちりそこを進めていくということで、非常に強く期待して応援をしておりました。で、それがですね、突然8月の末になってですね、出馬を断念する、出馬を撤回するというふうに言い出したわけです。で、何事かと思ったんですね。そうすると地域の新聞がですね、自分の思いを十分伝えてくれてない、あるいはその不当な記事の書き方によって、もうこれだったら自分の意思が県民に伝わらない、もうこんなんだったら、もう知事をやってられないから、もう次は立候補しないということで、でその後なんで辞めるんですかとか、辞めないでくださいという意見も結構出てるんですけども、その、意思は変えないということで、今の時点で、今日時点でもその撤回は、変わっていません。私としてはとても残念なのでですね、知事さん、そんなことを言わないで、泉田さん、ぜひ4選立候補してくださいということで、市民の声というので意見を述べる、あるいはその反対署名をする、賛成署名をする、そのページを立ち上げて、再度、知事さんにですね、本意、つまり自分の意思をこう翻すと書くんですけども、本意してもらおうということで、ページを立ち上げました。なので、ぜひ、あまりも非がありませんけども、ぜひ皆さんも原発に対しての、砦として、ぜひ知事さん頑張ってくださいという応援のメッセージ、あるいはエールをぜひ送ってください。よろしくお願いします。